はい、どうもタンタンです。ちょっとピントが、はい、どうもタンタンです。こちらカマカの中断つきっぱなしでしたね。よいしょ、カマカの、はい、テナーサイズ HF3 ですね。スタンダードな HF3 が入荷してきました。久しぶりですね。はい、なかなか今回ね、ようやくちょっと木目も綺麗な個体来ましたね。まあ、うっすらとではあるんですけれども、カーリーも出ててちょっとなんですけどね、はい、サイドなんかもちょっとそんな感じの木も見えつつという感じですね。バックもでちょっとこう縦のこう色濃い部分があったりとか、濃淡があったりとか、なかなか綺麗なこんな感じの木目の1本テナーサイズが入ってきております。それで去年の去年の後半ぐらいからかな、カマカね、テナーサイズに関してはペグが2パターンありまして、一時は5等の510がついてる時も、まあ、ある今でもあるんですけれども、今回のこの個体に関してはこれシャーラーのウッドノブの、はい、M6 ですね。こちらこのペグがついております。これは今年入ったのでもばらつきがあるので、あんまり決めてないのかもしれないですね。はい、特に例えばシリアルが、今年の何年何月だったりとかっていうのがあるのかどうかわからないですけれども、まあ、この個体に関してもね、今年のこれは5月かな、うん、のモデルになってるので、ごく最近のものなんですよね。それでもやっぱりこのシャーラーのペグがついてるのもあるという感じでございます。だから全てが後藤に変わったというわけではどうやらないようですね。こうカマカらしいこうなんていうのかな、そんなにこう派手な感じな音ではないんですけれども、音の芯はしっかりとしてて、こう独特のね、こうカマカらしいサウンドっていうのは非常に楽しめる、そんな一本かなと思います。なかなかテナーサイズね、入荷が多くなくてですね、確保できずにいたんですけれども、今回ようやくねこういった綺麗な木目の個体が入荷してきております。もちろん入荷してからね、うちの方で原稿とかフレットなんかも調整してありますので、引きやすい状態になっているかなと思います。ぜひね、店頭もし来られる機会があるようでしたら手に取っていただきたい、そんな一本となっております。ということで、こちらカマカのスタンダードなシリーズですね、 HF3 テナーサイズ1本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。